青森市のかつての青函連絡船青森桟橋近辺は、近年観光施設として再開発され、ベイブリッジの南側に、ねぶたの家ワラッソが開設された。この施設は、青森を訪れる観光客のために、夏のねぶた祭りを、いつでも体感できるような施設で、館内には、常時ねぶた囃子が流れ、火を入れた大型人形ねぶたの前で、数人の跳人たちが踊りを演じている。もちろん、これは観光客にとってありがたいのだが、かつて、町中を踊り、練り歩くねぶた祭りを実際に見た者としては、なんとも物足りなく思うのが当然だろう。できれば、多くの方々が、津軽の地の夏祭りのエネルギーを実感してほしいものだ。青森県の津軽地方を中心として、各所でねぶた祭りが行われる。このねぶた祭りの始まりについては様々に伝えられるが、最も信頼できるような説は、民族行事としての眠り流しがある。昔の人々は、健康に悪影響を及ぼし、仕事の能率を下げる睡眠不足は忌むべきものとして、昼間の睡魔を、汚れの一種と考えて、これを払い清める行事が行われていたという。それが眠り流しといい、日本全国で行われていた。眠り流しは、七夕の行事の一つとして行われ、暑い季節の行事のため、水浴びをしたり、灯籠や船に片代を乗せて、海や川に流すのが、眠り流しの一般的なスタイルだった。眠り流しは、眠気覚ましの祭りであり、この眠り流しは、青森県内では姿を変え、ねぶた祭りになったようだ。津軽には、半世紀時代以前から、七夕の時期に、子供たちが、2メートルから3メートルくらいの竿に、七夕と書いた灯籠を吊るし、上には、小笹やすすきを束ねて、ねぶた子流れろ、豆の葉さとっぱれ、眠気よ流れてしまえ、豆の葉に乗って睡魔よ去ってしまえと囃し立て、これを、大人たちが、笛や太鼓で囃し、村を練り歩く行事があった。今日、一般に使われているねぶたの文字が記録上に現れたのは、明治5年1872で、それまでは、ねふた、ねむた、ねぷた、ねむた、ねむた流し、など23種類もある。津軽弁で、眠いということを、ねんぶて、と言うが、これがなまって、ねぶたというようになったものと考えられる。しかし、津軽のねぶたが、勇壮な祭りに変化していく中で、弘前市の熊野奥照神社に伝えられる、坂の上田村丸の恵比寿政党と結びついた伝説が広まった。熊野奥照神社は、延暦7年788、弘前の扇の将に遷座され、大同2年807に、坂の上田村丸が恵比寿政党にあたって祈願した神社であるとされる。平安時代の中期、延暦年間782から806頃、朝廷の命令に従わない奥州の恵比寿を、征夷大将軍の坂の上田村麻呂が討伐にやってきた。田村麻呂は、強大な武力を示して、鎮圧、降伏させようとしたが、恵比寿たちは隠れて出てこなかった。この時、地理的に、不安内のこの地で、このままでは勝負が長引くと、考えた田村麻呂は一計を案じ、数万の松明に火をつけ、大きな灯籠を作り、太鼓や笛、
鐘などを鳴らし、絵見師たちをおびき寄せようとした。この派手な楽器や灯籠に、数里四方から絵見師たちがぞろぞろと集まり、たちまちのうちに捕まえられてしまったという。青森にも、坂の上田村麻呂伝説は多く伝えられているが、史実からすると、田村麻呂は、現在の盛岡市以北には至っていないとされる。田村麻呂は、伊沢地方で、恵美氏の首長アテルイを滅ぼした翌年の延暦22年803に、志波城を造営し、また、その後、現在の矢巾町徳田に、徳丹城を造営し、恵美氏制圧は終了し、その後は、恵美氏の異部と同化に努めるようになった。熊野奥照神社に伝えられるねぶたの伝説は、もしかすると、大和朝廷の恵美氏を異部、同化させるためのものだったのかもしれない。また、津軽為信によるものとする伝説もある。文禄2年1593、津軽為信が京都に逗留していた時、7月の裏盆の奥に自慢に、重臣の服部康成に命じ、奇想天外な大灯籠を作らせ、京の町を練り歩かせた。これは、津軽の大灯籠として、日頃、田舎侍とそしられていたものが、大いに面目を施したという。その後、城下町で、初めてネプタを出した記録は、聖徳3年1713で、ネプタといった。それに、虚位本七年1722には、弘前の親方町、加治町、土手町、元寺町、和徳町、高野町などからネプタが合同運行されている。それ以来、ネプタは弘前名物となり、弘前の他に県内各地で運行されるようになったという。